モノベンゾン、ハイドロキノンモノベンジルエーテルとヒドロキノンのモノベンジルエーテルである。尋常性白藩の皮膚の脱色治療に用いる医薬品として使われる。1950年代に色素沈着や美白に使われたが白藩が生じることが判明し、日本では配合禁止をとり、米国では白藩が広範囲にわたる重症の白藩患者の 白斑を乾水させるための唯一の適応症がある。1939年、オリバーが革製品製造の労働者に色素脱出が起きたことを報告し、特定の手袋に含まれたハイドロキノンモノベンジルエーテルが炎症反応を起こすことを突き止めた。1950年代にはモノベンゾン20%濃度のクリームがベノプインの商品名で発売される。 1952年から1958年にはメラニン過剰の治療に使おうとされたが不可逆的に色素脱出を起こし塗布した部位以外の離れた部位にも起こるため商品は販売中止になった。日本でも1954年に皮膚の色素沈着への効果が報告され化粧品会社も2%濃度の美白化粧品を発売。 1957年には2ヶ月から12ヶ月の使用によって天井や毛状の色素脱出犯が起きたことが東京時計会以下大学皮膚科教室の医師らにより報告され1957年に厚生省が化粧品への配合を禁止し薬品としての認可もない状況が続いている1970年代には体の半分以上に白斑を生じており 治療に反応しない重症の白藩患者に対して完全に白藩を生じさせるために使用され、モノベンゾンの唯一の適用としてアメリカ食品薬品局に承認された。マイケル・ジャクソンも尋常性白藩を患っていたため、正常皮膚部をこの薬で脱食したとされている。薬理作用はメラニン形成細胞からのメラニンの排出を 減少させることであり、メラニン形成細胞を破壊し、不可逆的な脱色を起こす。米国でのベノプインは、モノベンゾン20%濃度クリーム。5%でも、白藩を生じさせるための期間に差はないという症例報告がある。皮膚に塗布して使用すると色素が抜けて、白くなる。尋常性白斑患者の皮膚は、病気により脱色した部位と正常部位がまだらに、 混在するのが一般的であるが白くならずに残った皮膚を脱色して皮膚の色を統一する治療に用いられる。徒腹部以外の離れた部分の色素脱出や目や毛髪で色素が薄くなることもある。美白剤として用いられているハイドロキノンとモノベンゾンは交差観査が報告されているため併用は厳禁である。なお、モノベンゾンの作用基準から 肝機能に障害がある患者への使用はできない。モノベンゾネトピカル medicineet.com2009 年1月15日閲覧 ABCDEF 滝脇博し次ぐ藤本和代ハイドロキノンモノベンジルエーテルによる反発型白藩の脱色素治療西日本皮膚科第68巻第4号2006年403から407ページ ドイ、10.2336、西日本皮膚、68.403。リンク先は用紙のみ、ハット ABCDE ハリス、ジョンインリー、ケミカル、インデュースとビタリゴ、ダーマトロジッククリニックス35、151161、ドイ、10.1016。 <noise> jbet,2016.11-006, PMC5362111, プミド 28317525https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.pmc/.articles/.pmc5362111/. 土井樹二一郎。<ht> ハイドロキノンモノベンチールエーテルガニュークリームによる、色素異常症、臨床皮膚皮尿器化、第11巻第1号、1957年10月、859から863ページ、ドイ、10.11477マイメートル F14 億9120万2059。ありがとうございます。